去年1年間の日本の輸出額は自動車が大幅に伸びたことなどを背景に初めて100兆円を超えました。貿易収支も赤字幅が大きく減少しています。財務省が発表した貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた2023年の貿易収支は9兆2914億円の赤字でした。赤字は3年連続ですが、過去最大の赤字だった2022年より 54.3% 赤字幅が改善しました。資源高が一服し、輸入が3年ぶりに減少したことに加え、半導体不足が解消したことで、アメリカやヨーロッパへの自動車の輸出が大幅に増加しました。輸出は100兆8866億円で過去最高です。